国鉄滝6250系貨車は、1967年から製作された無水流産専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継している。 類似の仕様で本形式に先行して制作された多機線2 0 0系30トン積無水硫酸専用車についても本項目で解説する。する本貨主薬、合成洗剤原料などに用いられる酸酸化用を輸送するための貨車で1967年から1973年にかけてに形式合計12両が制作された。所有者は非相金属である。 アエンセイレンの副産物として生成される無水硫酸の製品輸送需要に対応して製作され積み木の腐食性、反応性に対応した種樹の付加設備を装備する。製作時より無水硫酸の製品輸送に用いられ、1987年4月の国鉄分割民営化では多千6250計11両が JR 貨物に車席を承継されて引き続き、 使用された。無水硫酸の鉄道輸送需要消滅に伴い、一部は他社に譲渡され、濃硫酸、発塩硫酸輸送に転用されたが、輸送の終結に伴い2007年までに全社が廃車された。本節では、各形式間に共通の箇所について記述し、形式特有の使用については、公設にて記述する。 積載荷重30トン内視35トンの腐食性、液体輸送用二軸ボギータンク貨車で、積み荷特有の物性を考慮し、積み荷の漏えい防止に加え、特に温度管理と防水機能に留意した、種々の対策を、タンク体に施して製作された車両である。タンク体は全車とも、自家円筒形状で、設計比重は1.85である。使用鋼材は普通鋼で、板厚は、 鏡タブが1 2ト、mm、ル、銅板部が8ト、mm、ルである。低温で容易に固化する積み荷の物性に対応し、タンク体の外周に断熱材としてグラスウールを充填し、断熱材層の外周を薄鋼板の外板で被覆する保温対策が取られる。内部タンクと外板との間隙には、二役時に積み荷の流動性を確保するための加熱用温水、配管が、 タンク全周にわたって設けられ、大枠直下に、温水注入管を、タンク側面外部には、上部から下部に向かって、温水排出管が設けられる。二形式とも、全長10メートル級の小型車用で、記号番号表記は、特殊表記符号、高前置し、小滝と表記する。専用種別表記は、積み荷の管用名と異なる、無水硫酸専用で、 1979年10月より、火星品分類番号を、新84が表記された。車体の外部塗色は黒色である。積みには、毒性腐食性が高く、かつ、水の存在を禁忌とするため、二薬装置には漏洩防止及び、防水対策が施される。タンク帯上部中央のドーム上には、液入管、オーバーフロー管の脳の接続部となる Y 型弁2個、空気弁。 安全弁を集中して設け、これら弁装置を保護する防水用意をドーム上部に設ける。液で管を接続する液質用 Y 型弁は中央ドームに隣接して設けられ、ドーム部とは別個に設けられた箱型の防水用意で保護される。積み荷の搬入は上部の液入用 Y 型弁から搬出は空気弁から乾燥空気を注入加圧して液質用。 Y 型弁から行う、上入れ上出し方式である。必要に応じて、内部の加熱配管に温水を注入し、内部温度を監視しながら、液化を促し、積み荷の搬出を促進させる。台車は、国鉄貨車の標準形式であった、スリーピース構造の台車 TR41C 型で、中高性の台車側枠と一体成形された、軸箱部、平軸受けの軸箱指示方式。 重ね板羽の枕羽は他の TR41 系台車と共通の仕様である。最高速度は時速 75km である。1966年1月25日に一両が日本車両製造で製作された。国鉄では初の無水硫酸専用車で荷重は30トン、自重は16.6トンである。タンク帯は 内径1 5 5 0ト、mm、ル、タンク全長9 0 2 0ト、mm、ルで、重要席は16.2立方メートルである。台枠は、車体長方向に、中両、側波量、車体幅方向に、横両、枕両、端波量のの組み合わせる、一般的な平型構造で、長さは9 9 0 0ト、mm、ルである。タンク体中央株と台枠中量中央部と、 受け板で固定し、タンク両端部は帯金を用いて、大枠上のタンク受け台に固定される。帯金は内部タンクを禁定しており、タンク受け台との固定部以外は、帯金は外部に露出しない。ブレーキ装置は一般的な自動空気ブレーキで、国鉄貨車が汎用的に用いる計算動弁を制御弁として装備し、補助空気ためを 独立別個に実装した KD 型である。積み荷の有無でブレーキ力を切り替える赤空切り替え機構は装備しない。補助ブレーキ装置は車両端部の大枠上に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。落成時の所有者は日本ソーダで1979年2月28日に非装金属10月14日に非装金属化学へ社名変更に名義変更した。 本社以降の製造は荷重を増大した多千6250系の製作によって賄われ、本形式は1両で製作を終了している。1983年10月25日に廃車となり形式消滅した。多岐1200系の後続として製作された35、トン車で、社で、1967年3月1日に2両が、川崎車両で、 1968年7月9日から1973年10月2日にかけて給料が日本車両製造で製作された。荷重増大に対応してタンク帯が拡大され、タンク帯の内径 1700mm、タンク全長 8800mm で、自用席は18.9立方メートルである。タンク形状は多機1200型に比べ、 形が太く長さが短い。台車は枕バネに重ね板バネを用いた TR41C 型を用いたが、走行安定性向上のため後年に枕バネを改造し、オイルダ段波併用2重コイルバネを用いた TR41DS 型としている。ブレーキ装置は制御弁に K3 動弁をブレーキシリンダに UC 型作動シリンダを用い、積み荷のうむで2段階に、 ブレーキ力を切り替える赤空切り替え機構を併設した KSD 方式である。補助ブレーキ装置は足踏み式のブレーキテコを側面の片側または両側に設ける。製作日車で細部の仕様が異なり、初期製作の川崎車両製車両では、 タンク体断熱材層の厚さは7 5ト、mm、ルで、大枠は、側張りを設けた、長さ9 8 0 0、mm、トルの平型構造、タンク体と大枠との固定は、中央下部の受け板とタンク体両端部の帯金とを併用する。帯金は、内部タンクを禁定するため、外部に露出しない。側ブレーキは、車体側面片側のみに設けられる。 日本車両製車両では断熱材層厚さを 100mm に増大し、台枠長さを1万 mm に延長、側ブレーキを車体側面の両側に増設している。1969年以降製作の車両では重量増加対策として車体側面の側量が省略され、タンク帯と台枠との固定方法はタンク帯に溶接した受け台を台枠枕張りに均定する。 お細菌方式と中央株の受け板との併用に変更している。各年度による製造会社と両数は次の通りである。入籍以降、に形式12両前社が万代町駅を常備駅とし、金棒の非壮金属合図工場で亜鉛精錬の副産物として生産された無水硫酸の輸送に用いられた。 1983年に同社が事業の整理統合を実施し、無水硫酸の生産拠点を関連会社の非相千葉リファイン、千葉工場に集約したことに伴い、多機1200型は廃車され、多機6250型は11両全社が講師駅に常備駅を変更した。1983年10月14日に社名変更が行われ、所有社名は非相金属化学となった。 1987年4月の国鉄分割民営化では、多機6250系の全車が JR 貨物に車席を承継された。化製品輸送拠点を要する安治川口駅などを主たる運用先としてきたが、輸送終了に伴い1997年度末までに5両が廃車となった。残存6両は、上岡工業に名義変更され、上岡鉱山前駅を 常備液として、金棒の上岡鉱山で複製する硫酸の輸送に用いられた。転用に伴い、無水硫酸輸送用の諸設備を改造、撤去し、専用種別を、濃硫酸及び、発煙硫酸専用に変更している。2005年に、同鉄道の硫酸輸送が終了したため、事実上用途を創出し、2007年までに全車が廃車され、形式消滅した。 ありがとうございます。